どうもこんにちは、まごちゃんです。今日はですね、パチ屋の駐車場でぶつけられそうになった話をしたいと思います。はい、というわけで今日はパチンコトークでございます。はい、まあ、パチンコトークというか、まあ、車の話というか、まあ、微妙なところではありますけど、まあ、先日ですね、とあるパチンコ屋に駐車をしようと思いね、まあ、一旦その店でパチンコ打ってて、で休憩のために出て戻ってきたって、そのパチ屋にね戻ってきたっていうシチュエーションだったんだけど、俺の前を走ってた、その道路を走ってた車がちょうど同じそのパチ屋に入っていくとこだったのよ。で、あーめんどくさいなと思ったんだけど、まあとりあえずね、俺もそこに行かなくちゃいけなかったから行かなくちゃいけないことはねえけど、まあそのパチ屋にね戻る気だったから、こう後をつけていくっていうか、あ、そいつが入ったのを見届けて俺もそのパチ屋に入ったっていう状態だったんだけど、こいつがなんかもうね、結論としてはまあジジイだったんです。ジジイつってもね、でもね、本当にね、その高齢のジジイではなくて、70代ぐらいなのかな。そういう意味では高齢、十分高齢なんですけど、とにかくね、運転が完全にぎこちない。あれあれっていう感じを後ろでもう思ったんだけど、まあ、案の定やっぱそういうやつに限って目的地というか行き先一緒だったりするじゃん。で、案の定その時はパチ屋だったわけだけど、でそいつが入ってった後ね、俺が入ってきました。でそいつがなんかもう うろうろしながらちょっと進むわけ。もうこの時点で常識がなくてさ、もう空いたとこスッと入るべきじゃんか。明らかに入った瞬間にパッと見でその入り口近くが埋まってたわけよ。だからもう遠くなってもいいけど、でも空きはあったから、遠くの方にもうスッとさバックして入るなりもしなくちゃいけないじゃんか。後ろから車来てるんだから、俺だったら絶対するわけよ。それをもう近くには止めたいけど、どうしようどうしようって言いながらもうフラ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 やってるわけ。ものすごいイライラすんじゃんと思いながらも、まあそれを後ろでこう待ってたんだけど、結局なんかもう変な位置でもうどうしようかなみたいになってたのね。意味がわからないんだけど、もうまあ行き切って戻ってくりゃいいじゃんか、空いてるかどうか見たかったら。でそれ諦めるんだったらその場で止めりゃいいのに、それもしないでもううろうろしてたから、だからもう仕方ないじゃん、俺としてはそんな待ってらんねえから。だからもうスーッと行って、俺はもう遠くの方にもう止めちゃったわけよ。こいつがこの辺にいるところの俺はこの辺にこう来てこう止めてたわけよ、うん、そしたらこいつがもうちょっと先行ってからかなりバックしてきて、結局なかったんだろうね、入り口近くに。つってこいつはこう止めたわけよ。俺の向かい、真向かいに止めたのね、うん、でこの両隣は結構スペースあったんですよ、うん、俺らが止めてる両隣、そいつが止めてる両隣にもスペースあったのに、俺の真ん前にこう止める形になったわけで、この時点で俺こいつおかしいやつだなと思ったから、もうそのバックの様子ももうぎこちねえから、なんかこいつおかしい、こいつやべえと思って、普通だったらね、俺はもう止め終わってるからそのままパチ屋に行こうと、店の中にね行くとこだけど、俺はあえて様子見で車の中に留まってたんですよ。こいつがなんか嫌な予感するっていうね、マコセンサーが働いてから、こいつやべえやつかもしんねえと思って、俺はこの状態に止まってた中、こいつがパチ屋に入ったら俺も出ようと思って、これとにかく待ってたんですよ。そしたら一向に出てこない。で俺は鼻かんだりなんかいろいろやる、俺も俺でやることあったけど、明らかにこいつ出てこねえ、すげえやだなと思ったら、案の定こいつは変か動き始めたわけよ。なんか直進し始めて、でまたこう切って、あ、こっちか、ごめんこっちか、でなぜか、あ、こっちに切ったんかな、うん、なぜかこう止まったんだよ。で両隣いなくてお互い止めれてたのよ。そしたらなぜか知らないんだけど、こう来て、で俺のここに止めようとすんのよ。わかる？開いてんだよ全部、そっち側全部開いてたし、そいつの最初に止めた位置もちゃんと止まってたし、で俺の両隣も開いてるし、でどっちにしろ結局店のあの入り口から遠いとこなのよ。どっちみち遠いのよ。あんま変わんないのよ、ここと向かい合ってはいるけども、っていう中、なぜかこう本当に俺の方の隣に、俺を隣に来ようとしたわけ、うん、もうこの時点で、あ、こいつ頭おかしい、意味が分かんねえから、意味が分かんねえし、やべえやつだと。しかもこの位置に止めるっていうのは、俺よりも
明らかに店か、おめろじゃん。前の位置から店遠くなる位置だったんだよね。あとね、あのカメラのね、あの手の動かし方以上、ちょっと、言ってることは分かりづらいかもしんないんですけど、ちょっとずれてることあるんですけど、まあ、とにかく流れとしてはそういう流れです。はい。で、こう来て、こうバックしようとしてきたんだけど、もう下手だから、明らかにこの角度がエグすぎて、完全に擦るみたいな流れになったから、もうブーブーって鳴らして、ビクンみたいな。いやいや、もうその、この角度ってあるじゃん。パッチリ車の角度。そいつが入ろうとした角度、絶対にここ擦られるとこだったのよ。ブーッして、もう、ちょっと危ねえから、つってんのに、もうやめようとしね、やめようっていうか、一回止まったけど、なんかもう、そのまま止まりっぱなしでなんかこっち見てくから、もう仕方ねえからさ、もうとりあえず俺がもう出てったんだけど、出てさ、もうこんなやつ危ねえとこに止めらんねえっつって、結局俺が出てったら、俺の隣にね、止めてたんだけど、結局そういう話なんだけど、もうさ、どういうつもりな、俺もうほんと気持ち悪くて、頭に来たっていうよりはもう気持ち悪くて、あの行動なんだったのって気持ち悪くなってきて、気持ち悪くない？なんなのそれ。しかも下手な、擦られるとこだったらマジで。もう、ああ、絶対擦られるつってブーって流したから。もうなんな、本当に、いや、本当にね、あのセンサー、俺のセンサー働いてよかったよ。あれ、そのまま急いでパチンコに行こう日にはもう擦られてたからね。多分逃げられてたから、絶対。まあ、あの、防犯カメラもちょっと怪しいようなパチ屋だったんで、どんなパチ屋だったって話だけど。ちょっとね、防犯カメラとか設置も怪しいパチ屋だったんでね、もしかしたら本当は手逃げされてたかもしんねえんだけど、いや本当にね、意味が、てかその行動の意味がわからないから、全く合理性に欠ける行動だと思うんですよ俺。なんでかなと思って、そう、なんで俺の隣に来んの、お前側には空きもあるし、俺の両隣って言ったけど、ごめんなさい、両隣 2,3 台分空きがあったんですよ。ごめん、さっきの言葉足んねえな。両隣 2,3 台分あったから、要は俺の隣飛ばし止めることもできたのに、もう俺の隣に来て擦られるとこだったからね、マジで。意味がわかんねえ。どういうつもりなんだろう、ああいうのって。で、これね、結構あると思うんだよね。パッチ屋あるあるというか。やっぱ頭おかしいやつ集まってっからかな。もうほんと意味がわかんないから、その行動の。なんでそこに止めようとしてんのっていう。さあ、スペースあって。もう入り口近くは埋まってるけど、もうそれ以外のとこは全然空いてるようなとこだったから。なんでそういう、ね、こすってまでこっちに向かってくるのか。あ、俺にはもうさっぱり意味がわかんなかったっていう。いやー、もう怖いよね。もう皆さんも気をつけてください。もうちゃんとカメラの位置を確認して止めた方がいいよ。ぶつけられる側の人ね。いや、もうほんと意味がわかんないんで。合理性のかけらもないし、本当に意味が分かんなかった。俺は怖いです、俺は。擦られてました。完全に擦られてました。ぶつけられたら車ってクソめんどくさいだけだからね。ぶつけられた経験何回もあるけど、何回も、今2回ぐらいですけど、ありますけど、とにかくぶつけられたら損なんで、車っていうのは。もうとにかく、いや、でも本当に怖えと思った。怖え。でもあんな防ぎようがないじゃん。俺いたからよかったし、俺の前にたまたま頭おかしい運転してくれるやつがいたからまた気づけたけど、気づけたというかね、事前にね、察知して対策したけど、あれほんと気づけなかった。えらいことになってたね。そのまま、本当にセンサー働かせてよかったよ。あ、マジで掘られてました。完全、掘られてるってか、擦られてるか。ごめん、擦られてたと思う。なんでとにかくね、パチ屋の駐車場っつうのは本当にね、気をつけてください、皆さんも。危ないっす、マジで。やばい。やばいやつの宝庫だよね。本当に思う。本当に意味がわかんないから。理由がありそうだったら、ちょっと推察しようと思ったけども、全く思い当たらなかったんで、その止め方をする理由が。はい。多分意味のないことなんだと思います。はい。まあちょっとね、そういう危険人物いっぱいいるんで、駐車の時には、とにかくね、カメラのある位置確認して、カメラの近くに止めよう。証拠残しとかないともう話にならない、あれは思った。俺は本当に思ったよ。危ねえとこ止めんの本当にやめようと思った。はい、まあ、そんな感じでね、今日はちょっとパッチ屋で本当に車ぶつけられそうになったという怖い怖いお話でございました。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますと、今度ブログを読みますので、どうぞよろしくお願いいたします。